夢の七色ハッピープロジェクト。皆さんこんにちは。はい、本日も始まりました夢の七色ハッピープロジェクト、はい、MC のメモリーズシンガー、はい、夢です、この番組は懐かしい音楽を中心にさまざまな角度から皆様に幸せと笑顔をお届けするという、ね、番組でございます、はいはい、本日もねありがとうございます。で本日のゲストはですね、はい、もう毎度おなじみ準レギュラーとして、私が勝手に決めさせていただきますよろしくお願いします。いやトムさんすごいですね。最近またあのコロナ明けしてから音楽活動も活発になってまいりまして、まあ、季節柄ね今はね。いやとんでもない。もういつもね本当にもうね SNS をね見させていただいて。大体土日は入ってきましたけど、ね、また盛り返してまいってきてこちらも活力いただいております。本当にありがとうございます。いやもうやっとちょっとずつね動いてきてて、いやありがたいですね。またちょっとこれで感覚取り戻してね、またトムさんともご一緒できたらなぁ。ラジオも続いてますね。ん、いやこのラジオも続いてますね。いや本当ですよどうなるかなって心配してた。そうなんですよ。ということでもうね11月ですよ。トムさんそうですね、もうクリスマスのシーズンになってきました。本当になんかさ、どうですかトムさん、私もう毎年この時期になるとすっごい寂しくなるんですよ。え、寂しくなる？めちゃめちゃ寂しくなる。そうですか。なんかいやトムさんはそれはさ、ねもう素敵な奥様や子供さんとかわいいねシーナちゃんとワンちゃんがいるじゃん。まあ、私も猫ちゃんのぬくもりはあるんだけど。トムっていう猫いたよね。あいたいた、トムとジェリーのトムじゃないけどこっち。うちはムーとミンとジジちゃんって。あそうかムーかムーか。そう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 ムーとジンと。僕もトムだからムーって言われる。あムームームーそうですよね。そうなんです。しかもさあれですよね、この前だいぶ前だけど夢って書いて、うん、まあ夢じゃないですか。うん、でもトムさんの本名の、うん、イティも大丈夫？トムさんの感じって。ああ努力のどうでしょ？うん、努力のどうじゃん。あれも夢って言うじゃん。だから夢夢って私の夢と努力のどうで夢夢って言うんですよ。え、そうなの？そう。あれ意味忘れちゃったけど夢夢って言うんですよ。それ知らなかった。そう。あれそういう話でもしたんよ。あ、そうか。実は、はい、だいぶ昔ですけど。あ、そうか。そう。で、そういうのもあって、でもなんか私的にはさ、まあ、とても寂しい季節来たわ思って。いや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 、そんなことないよ。どうやって乗り越えようみたいなさ、本当に。ケーキいっぱい食べちゃうと。一人でやるよ。たまにやりますよ私。じゃあガチでやるんやけど、で藤屋のホワイトチョ生チョコケーキみたいなのがあるんですよ。中にチョコレートスポンジが入ってて、中がクリームで上にホワイトチョコがバーって乗ってるの削った。あれ一人で爆食いしてる。今日もやろうかな。クリスマスもやろうかな。確かにね、まあ、僕アメリカに4年ぐらいいたんですけどね、うん、アメリカのクリスマスってもちろんまあクリスマスはまずは、ね、うん、イエス・キリストの誕生をお祝いする、ね、うん、時だけど、はい、家族が集まってくるんですよね。こう遠くに行ってた、まあ、学生とか、うん、まあ、仕事で遠く行ってた人が、まあ、また家庭に帰ってきて、うん、で家族でクリスマスをお祝いするみたいな、そういう家族っていうのは確かあること。その目、うん、その目いやどんな顔してた？寂しそうな目してた。いやいやいや睨んでた。そういう多分羨ましかったんだと思う。そういうのって普通にアメリカではありますよね。家族が集まって、いやいいよね、ターキー食べたりね。ですよね。でも昔はさ、うちもやってたんですよ。クリスマス家族でクリスマスパーティーとかやってたんだけど、やっぱり弟とも妹 もう成人して、皆さんも別々にもバラバラになっちゃったから、私も名古屋来たし、だからもうそういう機会なくなったなと思うとさ、どうやって過ごそうな。でも仕事が入ったりするんですね。ね、来年は入れたいですね。じゃあ来年やりますか。はい、ぜひ。でも何年か前にさ、一回さ、そのトムさんが、クリスマス当日じゃないかもしれないですけど、クリスマスのなんかライブみたいなのを、教会で行われるっていうので、呼んでくださって、で、その時に皆さんで、ワイワイして、で、ケーキ食べさせていただいて、めちゃめちゃ心が温まった思いがあります。はい、多分それが一番クリスマスの中でいい思い出かもしれない、私の中で。ついね、おととい。
一昨日の話していいですか。じゃあ冗談ですよ。なんか切なくなっちゃったね。そうか、冗談ね。いやでもその本当に温まったのは本当ですよ。で一昨日ね、もうあの岐阜の駅のね、改札のところに、はい、あのクリスマスツリーがあってね、うん、で あそこアスティっていうんですけど、アスティっていう の商店街があって、そこ20周年ということで、で点灯式っていうのをやったんですね。クリスマスのツリーのこういろんな電飾光がこう灯るということで、でその前その、まあ、前後に僕演奏してたんですよね、はい、でまあ、チカちゃんってわかりますかね、あのサクソンカット、そうそう、彼女がまあピアノ弾いてくれてね、はいはい、で一緒にやったんですよ。あ、ピアノもできるんですね。でクリスマスの、ね、曲をいっぱい演奏したんですけど、うん、でお客さんがね、もうまんまに来たね、なんかもう音楽に酔っ払ったのかなんかしないけど、いろいろこう質問とかでいろいろするんですよ、うん、で夫婦ですかとか言われちゃってね、息がぴったり、息がぴったりとか大きい声で言うんですよね。で僕が言ったんですよ、人に絡まれた。で僕が言ったんですよ、いや夫婦ってそんなに息ぴったりしませんからで夫婦じゃないんですよって、ね、そんなこともありましたね。いいですね。あ、でもなんかの昨日急にさ、で昨日バンドだったんですよ、うん、でバンド練習で、まあ、久々3時間ぶっ通して練習して歌いまくって、すごい、ね、そうで、なんかそれやったらさ、なんか、うん、気持ちが乗っちゃって、ガチで楽器買おうかなと思い出して、あ、そうだ、昔チューバー、トランペット、トランペットじゃなくてチューバーだったんだけど、でトランペットのが、まあ、確かに安い、でも口が私合わないんですよ。でもまあ練習したら、チューバーっていうのはあのでかいやつね、でかいやつ、でかいやつとか、あのよく甲子園とかでももっと大変ですね、あれね、チューバー熱くなったりとか。そうなんですよ。だからトランペット、チューバー、サックスあたりまたを、なんかギターとかピアノってちょっと私の中で敷居高くて、まあ、金管とかその吹奏楽系の方が私的にはなんかチューバー好きだったの。だってプロもチューバーになる、チューバーにそうになろうと思ってたの。そしたら今はユーチューバーになったりして、やばい、やばい、いや、でもYouTube はそのうちやりたいなと思ってるし、ね、なんか最近 TikTok とかさ配信あるじゃないですか。ありますね。でもあれもちょっと本当に始めたいなと思ってて、ね、いろいろ考えてはいるんですけど。じゃあ来年に向けて戦略を練ると、ね、そうそうそう、本当そう。そういう感じですね。今ねあれですよね、これあの流れてる曲はね、トムさんのこの CD、 そうなんですよ、クリスマス CD をねいただきまして、作りまして、ね、こんな感じ で、はいはい、でこちらはいつ作られたんですか。もう2年ぐらい前になるかな。みんなねこれね、うん、マスクしてるんですよ、よく見るとね。で、あとうちの犬も入ってたりしてね、あ、よく見るとね、そう言ってましたよね、シエナがね、はい、ウーディーを探せじゃないけど、これ僕のいとこが描いてくれた絵なんですけど、もう一回見せてやっていいですか。素敵、ほっこりするこの絵こんな感じに見える、ね、いいね、ありがとうございます。はい、っていう感じで、しばらくはこのクリスマスシーズンはずっとこの歌をでね、あのラジオは使わせていただいて、あの私の寂し心の寂しさを埋めます。いやいや大丈夫大丈夫、ね、全然大丈夫大丈夫大丈夫ね、とかないっすわなんくるないさね。あ、ということで、あ、じゃあトムさんせっかくなんで、ちょっとクリスマスソングいいですか。その間にちょっと私ドリンク作るんで、今日の、じゃあせっかくですので、あの、うん、何をやろうかなというところで、うん、ホワイトクリスマス、あ、いいですね、まあ、あの即興的にやっちゃうけどね、いいですよ、もう何でも。Thank you.
ました。さすがトムさん、何でもやってくれるし、もう素晴らしい。これ今回はですね、ちょっと冬用にちょっとまだ試作なんでごめんなさい、いつも試作させて。試作じゃなければ、はい、ホットのお座り、お座り、サトウキビ座りで、ちょっとできたら今度のイベントの時はちょっと寒いんでお湯割りで提供したいんだけど、これを今回はちょっとそのまま酢で割っちゃったんで、砂糖を入れるのか、その出汁を入れて本当のスープにするのかで悩んでて、それかまあこのままでいいんだったらこのまま提供っていう感じで今考えます。人によるかもね。僕はやっぱり甘党っちゃ甘党なんでね。ですよね。ちょっと一回入れすぎてたらすいません。乾杯。じゃあメリークリスマス。あ、じゃあもう一足先の。はい。乾杯。濃い。あ、大丈夫大丈夫。でこれはだからストレートっていうか、あの味が何も甘いとか。あと入れた方がいいかな。僕的にはやっぱちょっと甘いのが、シロップがあるといいかなと。どうしよう、それなのか出汁汁にしようか。出汁汁。おお。出汁汁でスープ、そのサトウキビスープを作るのか、出汁を入れて。でも例えばシロップ置いといて欲しい人が入れるとか、それだ。いや全然、コーヒーコーヒーみたいにね、自由に選んでください。そう、しまったな、今日シロップ持ってきてなかったな。でもホットです、お酢があるのはあり。外で今度やるから、なんかやっぱホットはいるなと思って。一番簡単なのはやっぱお湯割りじゃないですか。ああ、そうですね。だからどうしようと、まあ、酢の味が出るということ。その通りです。その通りでございます。さすがでございます。いやでもね、早速なんでね、ちょっと今月来月にかけてトムさん、ね、ライブがすごい、ね、はいはい、多いので、早速じゃあちょっと、まあ、その一部を紹介、紹介させていただきながら、はい、いろいろお話し進めましょうか。はい、あ、これはですね、はい、鈴鹿のね、イタリアレストランなんですよね。でキャンディーパフィームっていうところがあるんですね、鈴鹿に。でそこでオーナーはよくしてるんですけど、前は四日市にあったんですよ。で鈴鹿に変わったみたい でトムさんライブしてくださいって言われて、久しぶりに、もう何年、4年5年ぶりぐらいに行ってやってきますけど、やっぱりチカちゃんと一緒にやってきますよね。ディナーとライブでね、鈴鹿のキャンディーパフィームっていうところですね。ディナー食べながら、よろしく。最高じゃないですか。僕たちもいただきます。今度一緒に行かないかね。いいよ、できた、ね、イタリアン料理美味しそう。好き、大好きですよ。てかご飯がもう大好きなんで、でコース料理とかやったらなお最高。こんなのもやりません。これもう今週だもんね。いいですね。これが今週、では次のライブを、はい、次何かな。お、12月が、これはね、バーミッツィっていうと、これはどこにあるかっていうとね、蒲郡、愛知県ですね。蒲郡にあるんだ。ちょっと遠くまで行ってみます、いいな。それでね、バーリーニストのグミさんっていう方がいらっしゃるんですよ、なんかグミってのは食べ物のグミみたいだけど、なんかわかんないけど、ね、グミさんっていうのはなんかね、ドイツにいたらしくて、でそれで、まあ、そういう名前になったのかね、そういうちょっと変わったよね、面白い人、面白い人で、すごいバイオリンうまいです。高音とかもしっかり、ピッチもすごいしっかりしてて、綺麗な音出して、そうコントロール力すごい、さすがプロ。さすがですね。この間岐阜のうちに来ていただいて、一緒にねリハーサルしたんですけど、そうなんですか。まあ以前も共演してますのでね、ミッツィ、ガマゴールですね。いいですね。なかなかギターとそのバイオリン、同じ弦楽器ですけど、なかなかコラボするっていうライブって珍しくなるんですか。前僕ね、山下加納さんという人と一緒に、アートオブストリングスっていうグループ、デュオでやってて、でそれで CD 出したこともあるんですよ。おお、すごい。サックスね、丸田さんってちょっと有名な人が入ったりしてね、一緒に CD 出して、やっぱりとても合うんですよ、バイオリンとギターは。あ、すごい、なかなかね聞くことない気がするから、なんか、ね、興味皆さんもあるんじゃないですかね。ぜひね、デュオですよね。はい、デュオでやります。やっぱりクリスマスソングとかも、ありますけどね、結構ジャズとかが多いかな。あ、なるほどですね。皆さんぜひぜひ蒲郡
でさっきのが鈴鹿、そうですね、旅行観光がてらねぜひ聞いてほしいですよね。なかなかさそういうなんか目的もないと行くことないじゃないですか。やっぱりこう音楽聴いて次の日はガマゴーリだとなんだっけラグーナとかですか、あります、ね、今だと行ったりとかね、なんかいいじゃないですか。素敵。3日の日もあるんだよね、うん、だからすぐ帰らなきゃいけないんだよ、うん、3日の日は3日目はいつ、ああどこで、これは、ね、今度うちの宮です、うん、あごめんなさい、橋間のね、橋間キリスト教会教会のね、うん、礼拝堂で今度、ね、家内ボーカルなんですけど、家内と一緒に、うん、デュオで、これもデュオですね、コンサートをします。こっちはもうなんと無料です、うん、教会の主催です。あそうですか、スポンサーが教会ですのでね、へ12月3日日曜日の、うん、13時半から、はい、入場無料ということなのでね、はい、まあ、橋間だから、まあこっからだとどれぐらいかかるの、1時間かかんない、名古屋だと、ね、そうですよね、しかもコストコ近いしね。ああそうですか、名古屋、その橋間ってコストコのあるところらへん、ああ僕行ったことないけどね、コストコ、ないですかあるめっちゃ面白いですよ、うん、めっちゃ面白い、通り越してコストココストコみたいななんでそんなすぐ出るんですかトムさん、マジすごいな私そういうの全然出ないからさ、そうコストコもあるよ、あ僕ね、うん、関西のは一回行ったかな、関西のコストコにいた、うん、関西あったんじゃないかなコストコ、あそうなの、あでもいろいろありますもんね、私まだこっちの方のコストコ行ったことないけど、あのドラマのジェームス・リーベ覚えてますね、思ってる、覚えてる、アメリカ人とドラマがいて、ね、共通の友達、うん、彼がねそういうとこ好きだよね、うん、ああだって海外のマーケットって大体ああいう感じなんですよね、でかいコストコみたいに、そうそうそう、だってカートもバカでかいじゃないですか確かに肉もこんなにでかい、うん、もうなんかあの海外のマーケットってもう規模違いますもんね、本当にそうそうそう、でかいでかい、もう最高コストコまた行きたくなってきたけど、まあ、年会費高いしなとか、ね、毎回だから私はなんかその日大体半年に1回も行かないんでもったいないじゃないですか、うん、だから当日並んでその何登録してで買い物したら解約するか、あのワンデーのやつあるんですよ、買えるのカード でそれを買ってでワンデーのやつで入って、うん、買っちゃうかどっちか、知り合いと行けばいいけどね、そのカード持ってる人、まあそう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 、誰かいいのかな、うん、買いすぎちゃうかね、いやあれ買いいろいろ欲しくなっちゃうんですよね、量は確かに、でもイベントにちょうどいいかも、えなんで、いっぱい肉を買い出しに、どうなんですかね、あれって安いでしょ、その仕入れるのかそのコストコで買うのかどっちが安いのかちょっと分かんないですね、あそうですか、うん、なるほど、そうでも業者さんも結構来てるような感じするけどね、あでもそうですよね、あんだけの量で安いと、確かに仕入れにもいいかもしれない、なんでコストコの話になっちゃったかなってあの橋間の話、あ橋間からこそだからこう緩い感じでね、いろいろこうやって脱線しながら緩く緩くと、ね、ね、はい、いいな、でもゴスペルあですね、奥様ってゴスペル、そうゴスペルシンガーなんですよね、やられて教えていらっしゃいますもんね、あそうそう名芸ね、名古屋、うん、名芸、名古屋芸術の、うん、じゃあ私本当だからさっき言ったさ、その中盤ニストになりたいって言ったじゃないですか、で本当私名古屋の芸術大学が入りたかったんです、あそうなんですか、うん、すごいですよね、本当もう家族揃って、夫婦揃って音楽活動されてて、うん、じゃあ今回のその橋間のライブはそのゴスペルの中心としたライブになるって感じですね、まあクリスマスソングとそうですね、うん、ゴスペルですね、アメージングクリスマス、あそうやりそうですね、やりそう、もうそれは何空気なんですか、いつもやるかやらないかっていうの、いやまあ一応リハーサルするからね、その時決めてみます、あその時に決めるみたいな、あいやその時に決めて、ね、もうね曲順送ってくれっていうとこもあるからね、うん、だからある程度決めていかないとね、うん、でもうパンフレットに曲順書いちゃって、うん、そういうとこもあるからね、なるほどね、私も昨日さあの一昨日バンド練習したの、あ一昨日昨日一昨日その前だ、昨日がどこでもいいよ、いつでもいいよ、上級ダメなのでその前にやってで一日挟んで昨日バンド練習したのからさ、えまだ曲決めてないのって言って、えもう決めないかんのって私的に超マイペースやからさ、えもう決めないかんのと思ってさ、メンバーはどんな感じですか、メンバーはギターとベースギターなんですよ、うん、のトリオなんですけど、おトリオだった、
でなんか一応昨日あのちょっとだけあのサイレントイブっていう私の大好きな、まあ、切ない歌があるんですよ、うん、でそ の, あの動画を、まあ、インスタと YouTube で YouTube じゃない、Facebook でねアップしてるんで皆さんもよかったらご覧いただければ嬉しいなと思います。そういえばねバックナンバーのクリスマスソング、うん、大好き大好き、でラララララララ高いよねちょっとこれ男の人は高いと思う。男女の人はちょうどいい。実はね、僕最近ね、うん中学3年生と高校1年生の女の子、はい、一緒に来てね、うん、でギターを教えてるんですよ僕は。彼女、はい、彼女たちに、うん、であまりにも年も違うし、うん、なんか共通なのないかなとかで言ってた時に、うん、あのバックナンバーのクリスマスソング、うん、これやりたいって言うから、うん、あじゃあこれ一緒にやろうか。うん、今ちょっと練習してる。トムさんやってんの？あの彼女たちで練習させてんだけどね、もちろん、うん、で弾けるようにね、うん、ただねギターってねジャンジャンジャンって一小節はいけるんだけども、うん、次にコード変えるでしょ、はい、そこが難しいわけ、ね、だから最初はジャーンって歌っててでその間にコード変えてまたジャーンとね、うん、4拍ずつ、あ最初はね、うん、それができないとこの2拍1、2、3、4、ジャンジャン3、4、ジャンジャンとそういう練習してて、あまた全くできないと2人いるから、うん、こっちは C を押さえてこっちは例えば G を押さえてで一生説明こっち G、C を押さえてこっちは G ってやるようにハンドベルみたいにね2人でみたいな2人でもうできるけどでもできれば1人でちゃんとできるってでしょ歌うってね、うん、あれめっちゃ好きなんだよ。本当聞いてる聞いてる練習もしてるけどあれ難しいですよね。だからあの彼女たちもでもやっぱ自分で歌いたいから一生懸命練習してますよ今。あそうですか、うんでもさ、なんか最近さあのクリスマスソングじゃないけどさアイドルっていう歌がすっごい流行ってるらしいじゃないですか。なんでもうさあれ覚えて覚えてって言われてさあんな歌えるみたいな。誰の誰の YOASOBI のアイドルってねどういう歌だっけ。もう私歌えないもんすごい歌だよね。それ歌ってって言われてる、うん、覚えてって言われてさいやいやいやみたいな。いろいろあるね。あるのよ。あ出る。あでもあれか著作権的にあれだよね。ねそうですね。そう。あとね菅田将暉の。うん菅田将暉さん。菅田将暉なんとかエナジー、ね、エレジー。ああエレジー何エレジーだっけ。さよならさよならエレジーか。さよならあれもちょっと。何の目ね出だしなんてっけ。あ忘れた。タラララララあ違う。チャン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 なんか。好きよそれ。それもねちょっとやったんですよ。めっちゃ好き。中高生の子たちね。でもそうやってなんか最近の歌でも刺激を受けれるっていいですよね。うん、幅が広がるし。僕この間あの、はい大学生、うん、まあほとんど女の子なんですよ。はい、あの大学生の前で演奏したんですよ、ね。うん。その時にやっぱりつかみでそれをイントロ菅田将暉のそのさよならエイジのイントロを弾いたんですよ。うん、こういう感じですよね。じゃあ、シーンちょっとあれと思ってた。まあ授業の一環だったみたいなところがあるからね。ああまあねだからちょっと真面目に聞かないとっていう空気があったのかもしれない。それでみんなに行こうとしてくるの、うん、シーン結構シーンですちょっとそれでこけてしまった。本当誰かねノリのいい子がいたらいいけどね、うん、そういえば今度のね、うん、あの明後日か、うん、今度は家内についてたけど、うん、中学校ですよ、はい、この中学校で家内たちゴスペル4人で歌うんですよ、うん、であとバイオリンが1人女性バイオリンが入って、うん、僕はその時にギター弾いてじゃなくて PA やってって言われて PA おじさん、トムさん PA 係なの。そうそう音響担当ギター1曲ぐらいやらへんの、1時半ぐらいだったかな行きました、ね、行っていいか分かんないけどね学校の名前あの某中学校行ってきます、ね、あ某中学校、名古屋のね。あ名古屋の下の方かな、じゃあ皆さんどっかでねトムさんにお会いしたら、あの乗ってあげてくださいぜひシーッとならないように学校でもいいよね。でもねえそうなんだ。じゃあ次のねフライヤーまだございますか、ね、あまだあるかな。ありますよね。いろいろ出していただいて、あこれね、はい、うん、これは先ほどあの一昨日、うん、あの岐阜の駅で、ね、演奏しましたって言いましたね、うん、改札口のクリスマスツリーの前、うん、でこれで第2弾があるんですよ、うん、これが12月9日の土曜日ミニコンサートで、はい、7時からと、あごめんなさい17時からので5時ですね午後5時、はい、そして18時 つまり午後6時から、うん、ちかちゃんのキーボードそして僕のギターでやります、うん、あれこの間あこんな感じでね一昨日やってきたやつなんですけどね、はい、うん、でなかなか綺麗なね、あの、うん、駅になりましたよね。お店もいっぱいあって。ねえ、うん、今きっと多分ライティングとかもされてるだろうから、あそうそうそう、また華やかなんじゃないですか。岐阜の駅の前にも大きなツリーがあって、で、はい、信長像があるでしょ。うん、もうあれも綺麗でしたよ。あ切なくなってきた。始まった。いやいやいや。
っぱいモテそうじゃないですか。いやいやいいです、もうね、猫に3匹抱いて寝ますからいいです。素敵。この時は、第1部第2部あって、うん、そのどれぐらいやられるんですか。まあ、一応30分って言われてるんですけど、ね、30分で、うん、あ、なるほどね。まあ、飛び入りで全然来てくれて歌ってもらってもいいです。優しいですね、トムさん。いや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 、あ、そう、この優しさよ。いやいや、本当にいつも助けられてございますよ、本当に。もう寂しかったら行きますじゃん。あのタット君で赤い、めっちゃ赤い服着て目立った格好で一番前でまっすぐこうやってタット君ね。誰ですか、誰ですか。本当にもう呼びか、呼んで呼んでってぐらいの、あのアピールしときますじゃん。そうもう出演者よりも派手に。ね。いや本当に。はい、それでは次の。はい、じゃあ次も行っちゃっていいですか、すいませんね、はい、もちろんですよ。これは、あ、10日、うん、あの私はね、岐阜県の鴨郡、うん、坂保木町というところに住んでるんですよ ね、 そうですね。坂保木は坂に祝う、まさにそこに書いてあるんですけど、うんうん、そこにね、まあ、2、300人入るあの公民館があるんですね、うん、中央公民館って言うんですけど、うん、そこのホールで、これもまたちかちゃんの最近多いんですよね、ちかちゃんの演奏しますね、うん、で2時からなんですけども、うん、あ、そうですね、整備書いてあるかな、ちゃんとね。あ、そうね、整備学校、高等学校のね、ハンドベルクワイヤーの方も、お、ハンドベルもあるんだ、ね、なかなかね、そうそう、ベルの音もいいですもんね、すごい癒される。で最初に本当はハンドベルで次僕らだったんだけども、うん、なんかちょっと一人あの団員さんのね事情で遅くなっちゃうのが出てくるのが、うん、なので僕らが先にやることになりました。あ、そうですか。ってことは何時からになるの。あ、いや、まあ、あの2時からなんで2時からやりますよね。あ、じゃあ1時半会場でもう最初に2時からもうハンドベルクワイヤーも前座になってしまいました。なーに、そうなんですか、ね、まあいいですよ全然、はいはい、楽しみましょう。これもね、うん、あのスポンサーがねつくので無料なんですよね、うん、あ、はい、そうですか。じゃあ皆さんぜひぜひですね、坂本木とかのあたりで、井の鴨のすぐ ね、 ね、うん、西になりますね。そう、それこそね、何回でも行ってるけど、私が前引っ越す前は、もうと車で3分ぐらい、あ、とこにいたでね、もうトムさんの家に着くぐらいだったんで、だからあのあたり行くんだったら、うん、今の時期だと梨はもう時期外れか、梨なしかな、何かな、梨、八ヶ崎もうダメだね。まあ行くんだったら岐阜清流里山公園とか、ね、ああ、そこだったりね、うん、なんかこう見られて、でその後に岐阜清流里山公園とか、まあ坂上にもね、みゆき公園っていうのはちょっと漢字が難しいんだけど、うん、行く、まあ漢字じゃ行くで、あと幸、それでみゆきって読むの、行く、うん、行くってその、ね、天皇が来られたので、なんかみゆきっていう風に読むんですよね、あれ、行くに幸でみゆき公園。あ、そうなんですか。それであの木曽川のそのが流れてて、うん、で岩がこう見れるというね、そういう風景が、そうなんだ、そういうところもある、いい、ね、国定公園ですか、ね、いいですね。やっぱりたまにはそういうさ、あの自然に触れてね、そうそうそう、あの癒されるって大事ですよね、うん、あの名古屋のミュージシャンがね、なんかちょっと疲れて田舎に来て、うん、なんか田んぼとかで稲刈りして、うん、元気になって帰ってくるそういう話を聞きましたよ。そう、でもさ、こっち来て思うもん、なんかさ、昔は普通にあのあっち地元ってゴルフ場とかも多いし、夜はさゲロ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 ギンで、この時期はスズムシかなんかの、あの音でもううるさいぐらいになってさ、寝てるじゃん、寝るじゃないですか。こっちは全然音しないんですよ。もう全然音しないから、救急車だと、本当そう、救急車かパトカーか、なんか変な人の規制かなんか、本当規制、ガチガチガチ、ねえねえ、どんな規制、え、なんか私の家の近所の人がなんか夜中2時とかに、私お風呂入ってたじゃん、でいつもかん、なんかまあちょっと古い家だから換気ずっと網で開けてるんですよ、網戸にしてるんですよ。でさ、したらさ、急にさ、キャーとかっては、なんか笑い出したと思ったらさ、おえおえってずっと言ってんの。やっぱり酔っ払い感じ、それやばくない、近所の人なの、毎回さ、その時間になるとさ、でなんか怒鳴り声たまに聞こえたりとかさ、別にまあいいやとか思いながらこう風呂入ってるまあでもやっぱね、都会だから、うん、都会だからといろいろな人いるしね、だからまあでも田舎の良さってやっぱり田
こう出るとよくわかる。ああそうね。そうそうね、田舎に帰ってくるとまた良さがわかる。はい。だからぜひね、その今回も大阪ほぎのね行かれた方は、そこの坂ほぎ美濃加茂、あとあの辺りだと関だったり、で、あの、さっきの坂ほぎのね、あの川ところは、うん、堤防があってね、うん、ロマンチック街道っていう名前にもなってて、え、そうなんだ。美濃加茂とかカニとかずっと続いてるんですよね。カニ、あの、まあ美濃加茂か堤防、犬山とか鏡原とかね、ずっと堤防続いてる。私も持ってる堤防かも。ロマンチック街道っていうのかな、一応は。お祭りやったとこの堤防ですか。あ、そうそうそう。あ、何号線だっけあれ、21号線か。 ありますね。あ、ね、そこ行かれるのもおすすめ。そうそうそう。あのそれこそあの1回前トムさんと行った、あそこあるじゃん、 あそこあの白石館のあるとこ、あ、エナのとこの方、ニューヨークかな、白石館、オートカフェの、あ、あ、ミュージアムがあるところ、あ、道の駅、道の駅、うん、の地名、地名、あーあと、カブチじゃなくて七草町かな、七草町、で七草町も割と近いから、あちらとか道の駅もあるし、白石館だったりとかで川もあって、いろいろ見て見れたりもするじゃないですか、うん、であそこもおすすめ。あ、そうそう、綺麗綺麗。多分あの辺りはね、多分ね、あのあれあるよ、蜂の子とかね、あヘボってヘボとも言いますよね。イナゴもあるかな、あ、トミカとかとかもあるけど、うん、それをおすす、あの嫌がらせでちょっと買ってきて、みんなであの食べる、た、あのネタで食べるのもあり。あっちの方は売ってるからね、売ってますよね、普通にね。そうそうそう、私もうえっと、もう美味しいらしいね。で、あとね、まあ、ちょっとさっきのね、本当に日本の自然がいいということで、うん、まあ、僕はアメリカ行った時に、うん、あ、まあ、ナイアガラも行ったりもしたけどね、いろんな大きいんですよね、アメリカの大自然はね、大きいでしょ、うん、ですごい感激はしたんだけど、また日本に帰ってきて、日本のやっぱり自然も今度またいいんですよね、うん、あ、またちょっと違う。さっき言ったようにね、あの一回出て帰ってくると、うん、あ、やっぱりいいじゃんこれっていうようになるというね。本当そうなんですよね。いや、皆さんぜひぜひあのトムさんのライブ行った帰りに寄られてください。ね、いいとこいっぱいあるんで、あのあたりは本当に。あ、それこそね、あのね、リサさんってね、一時期流行ったじゃないですか、あの鬼滅の刃ね、あのリサさんって言って、うん、関 の刃物って有名なんですけど、それが、あ、坂荻は隣町じゃないか、そう、隣町、坂荻が美濃加茂があって、美濃加茂の隣町が関市なんですけど、でそちらも割と有名、その刃物とかっていうので有名なんで、まあリサさん あの故郷でもありますし、まあそういった意味でね、行かれるのも前にびっくりしたのがね、関市行ったらね、うん、あの浜野屋さんの前に実物大の、うん、実物大の人形が置いてあったんですよね。何の、うん、でそこに包丁持ってるんですよ。シャレにならなくないそれ。刃物持った人形置いてあるから、まあでも包丁でも多分それは本物じゃないと思うけど、でもさすが関だなと。刃物やばいね。刃物本当すごいですもんね。なんとか風景になっちゃうんですよね。うん、確か10月やったっけ、毎年刃物祭りとかありますね。あ、あります、あります。あの時にね、本当おすすめ、あの10月の刃物祭りっていうのがあって、何日か捨てたんですけど、でその時に行ったら刃物めちゃめちゃ安いし、で福袋とかで私一回買ったことあって、あ、まあ、いらんものもあったけど、え、こんなのこの値段で買えるっていう刃物いっぱい入ってるんですよ。もうね、一回皆さんね、ぜひぜひあの包丁だったりハサミだったりカミソリだったりって結構必需品じゃないですか。そうですね、うん、まあね、関市もおすすめですよ。すうん、まああのうなぎも美味しいよって。あ、うなぎも、うなぎもおすすめ。話が脱線じゃん。あ、出た出た、ほら、あ、さすが。あ、物まつ10月今年は8、9だったんだ。22年か。うん、だいたいこのあたり。そうですね、秋にやりますよね。そう、もうちょっと今回は終わっちゃったんですけど。本当におすすめで、しかもこうやってあの今さ、この金槌で打ってるじゃん、この刃物、これも見れるんですよ、実際にガン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 やってるの見れるし、でその刃物ミュージアムとかあったりとか、いろんな刃物が見れるんで、一回そういうのもぜひぜひ来年行っていただくのはおすすめかな、ね、いいですね。でもあのね、やっぱりうちらの地元もいいものいっぱいありますよね。まあそうですね、ね、うん、ということで、はい、じゃあ次の、はい、まだ行きますか。行きましょう。行きましょう。はい。飛びましたけど、ちょっとね、12月23日だから、うんうん、まあまあいろいろやってて、その中でちょっと何枚かね、うん、あの出しましたけども、これはですね、まだ岐阜ですね。うん、岐阜の白川。おお、いいね。白川にね、白川ってまあ田舎なんですけど。どっち？あ、
白川町なので、あの例のすごい有名な白川郷ではない方なんですけど、はい、近い方ですね、まあ、うん、まあ、中部になるかな、僕坂上からすると北の方なんですけどもね、うん、でそこであの移住者支援センターっていうのがあるんですよ、うん、要するにね、白川に都会から移住する人結構いるんですよ、その人たちを支援するというセンターがあって、うん、そのセンターはどこにあるかというとね、うん、あの古民家を改造して、うん、でそこにセンターがあるんですよね。おでそれで、ね、あの前あの春だったかなやったんですけど、また呼ばれていくんですけど、はい、のサクとチカちゃんと、はい、とてもね楽しいライブになると思います。これクリスマスコンサートで、うん、なんかご飯スイーツとかドリンクが出てきますよって感じですかね、うん、はい、ありますね、うん、で多分ねドリンクもね、あのドリンクスイーツ付きって書いてますね。ああ、そうですね、うん、前はねちゃんとね、あのお酒を作る、あの上、あ、なんだっけ、うん、あとシェイカーを持ってやるなんていうけそれ、マスターバーテンダーみたいな、バーテンダーバーテンダーの経験者の方がいてやってくれましたね、うんうん、へー、そうなんだ、そうそう、あ、先着40名だからね、お早めに、そこはね畳なんですよね、お畳でやるんだ、畳でやります、もういいですね、しかもなんかね、新しい真ん中、僕らは真ん中で、あとこうなんか四方八方から来てるみたいになっちゃっててね、うんうん、そういうところで演奏します。あ、いいですね、まあ、まあ、古民家ですのでね、うん、畳でやりますけどね、寒いかもしれないけどね、もう12月の、まあそうですね、まあでも室内だから、うん、まあね、暖房するかも、うん、あると思うし、いいですね、クリスマス。24もあったかな。あ、まあまあいろいろあってて、で24日クリスマスイブはまた一宮の方のね、これも教会なんですけど、あ、本当？やりますね。24日。1時半からだったかな。教会で。一宮教会ってところで、ね。一宮教会。はい。またぜひ、まあその情報はね、あのトムさんの、Facebook か、はい、何か。またちょっと出していただきましょうか、はい、その今はない、私ないのでいいですよ、適当に探ってもらえればいいですよ、ね、言うの忘れてた、コメントはオーダーリーアズパン FM まで、いつも、あーって面白いね、 X になったのさ、私最近知ったのびっくりした、あ、そうそうそう、ツイッターね、しかも有料になるんだって、あイーロンマスクでしたっけ ね、有料マスク、イーロンマスク買ったあのオーナーがね、イエローマスク、いや、イーロンだね、イーロンマスク、あ、イーロンマスク、全然イエローマスクってこんなってイエローマスクどういうことイエローマスクって思ったそう、イエローマスクあったら面白いね、うんうん、イエローマスクしてるの見たことないな、そういういろんな色ありますよね最近ね、マスク、でもやっぱりしてますか今もマスク、もう私すっぴんの時だけかななるほど、化粧の関係、そう、でも昔からですよ、あのコロナに入る前からすっぴんの時はマスクって決めて、でもねコロナというか今あのインフルエンザ、はい、結構流行ってるってね、学校ね、あの学級閉鎖か、ね、うん、今多いですか、多いみたいよ、あら、なんか今ってさ、そのインフルエンザともそのコロナとも区別のつかない反応が出ない風邪みたいなのが流行ってる、そうなの、うん、らしいよ、あ、なんか、あ、これがフェイスブックかな、あ、トムさん、フェイスブック、トム兼松さんね、皆さんね、ぜひぜひ、いろんな、そうそう、これはね、個人的なやつなんで、ミュージシャンの方なんですよ、あ、そうなの、違う、これ、ね、僕ね、あんまりほとんど出してなくて、でもいいんですよ、これ、これはね、まあ、スペインでギターソロで、しかも、うん、ロン・カーターってね、とっても有名な、うん、ジャズのベーシストがいるんですけど、うん、ロンカーターとニューヨークで録音したのも1曲ボーナストラックで、うん、入ってますので、うん、ぜひ聴いていただきたいです、うん、ロンカーターってわかりますか、ね、知りませんよね、多分ジャズやってる方だったらすごい、そうそう、だからロンカーターっていうジャズの知ってる人はね、びっくりしますよ、そんな人とやったのってね、本当嘘じゃないのって言うから、うん、CD 見せてね、うん、ロンさんとやりました、ロンより証拠、そういうことで、ね、すみません、素晴らしい、ね、それで見せております、すごい、じゃあもう一個のやつでどうやったら出てくる、あのね、トム兼松でね、うん、検索するともう一個出てきます、一個出てきます、もう一個なんかあるみたい、だからさっき、うん、さっきね、うん、ゆめちゃんの出してたじゃん、ゆめちゃんが書いてる Facebook に、出した あれが投稿であるはずですよね、うん、あれだとあれですよね、全部告知出てきますもんね、結構ね、うん、告知したくりしなかったりもするんだけどね、あ、そうなんだ後でやりましたみたいな、あ、まあ、だって言わなくてもさ、もうトムさんにはファンがついてるから、ね、あ、いや、そんなことないけどね、
あとは勝手にやっぱ集まってくるっていうか集客。この間もね、その駅でやった時にたまたま前のお客さんが、あ、これだ、これ、あ、そうですね、お客さんが来てくれてね、ブラボーとか言ってくれるからね、あ、そう、終わった後にね、あ、これさっきね、もう直前に出してって言って出してたさんっつってこれからずに FM 始まりますって言ってね、私がURL もくっつけんと、あ、もういいね、Q 入ってるよ、よかったよかった。で、ここにこのトム金松さんの、金松トムで調べると、あ、出てきます、ね、はい、出てくるのでね、あ、いや、もう10分前だって、あ、そうです、じゃあちょっと歌やろう、歌やらないからね、うん、早っ、やっぱトムさんと喋ってたとほんと早いわ、あと今だ聞こえてるかな、これはもう言わなくてもみんな知ってる曲かって、もういっちゃう、いいですよ、じゃあトムさん、めっちゃ即興で、ね、即興ですよ今日も本当にね、さすがトムさん、ありがとうございます、なしでやらせていただきまして、ちょっと間違えちゃって、ありがとうございます、ということでね、ちょっとね、もう早いですね、コマーシャルがあるとかなんか、あ、もういいや今日いいやとか、いいや、やりましょう、入れてください、お願いします、ちょっと怒られちゃう、いいやとか言っちゃったスポンサー様に悪いんで、あ、
ね、私もちょっと告知がございますので最後にちょっと告知させていただいて、はい、OK ビビビビ夏夏しいな沖縄南城里キビスありがとうございますということでもうあっという間にねあと6分なんですけどね、で最後にちょっと私も告知させていただきたいなと思うんですけども、はい、お願いします。はい、昨日とねその3日前に、まあ、バンド練習してきたっていうお話なんですけど、それこそねちょっとプロで若干3年ぐらいやらせていただいた前に、うんうん、その大元になったバンドがあるんですね、はいはいはい、でそのバンドで一緒にやってた方と最近またギターとベースギターでやらせていただいて、どちらの方ですか、うん、どちら、大口小牧とかあの辺りなんですけど、じゃちょっと11月26日なんですけどもこちらですね、はい、2023年11月26日日曜日、うん、岐阜市日の出町を松葉ビルっていうところでね、あのね50岐阜柳瀬で多分出ると思うんですけども、でこちら7時から7時45分までの間で3人でやらせていただくことになりました。これ4年ぶり、多分4年ぶり、もうタムさんと前ね、ライブハウス、これこれライブハウスなんですよ、50岐阜柳瀬っていうところなんですけど、でさ私がフライヤーをさ私忘れたっていうかちょうだいって言われてたのね、バンドの人に。でもすごいちょっとバタバタしてて、プライベートなやばくない？でさそうバタバタしてて違うあれなんか飲み物なの、東京行った時に、でちょっとアップしてもらっていい？じゃこれなんかそのバンドの人が撮ってきてくれて、仕事というかまあそのあれよね、うん、で画像ちょうだいって言われてて、でちょっと私もバタバタしてたから遅くなっちゃったの、で昔みんなで3人で写ってる写真のバンド の写真があったからそれ送ったら、もう一足遅くって出しちゃったよって言われて、でそれが私のその今の、うん、LINE のアイコンなのよ、 LINE のアイコンをさ提出しちゃってさ、だから私一人だけ舐めたさフライヤーになっちゃって、まあだからこそまあ逆にギャップでね、まあちゃんと真面目な歌をね、うん、ちゃんと聴かせたいなと思う、こんな感じでね。どんな曲やるの？あのね、まあさっき言ったサイレントイブとか、うん、有名どころで言うとフレンズとか真夜中のドアとか、まあそういった皆さんが聴いて一度は多分聴いたことのある、うん、もう洋楽ポップス昭和歌謡もう全体的にやらせて。45分、まあまあね、やらせていただきますので、クリスマスソングもやらせていただきますので、皆さんぜひぜひ来ていただけたらなと思いますので、ぜひ柳瀬までねお越しいただけたら嬉しいです。ぜひ会いに来てくださいということで、もう一個ございまして、はいはい、それがですね12月2日ですね、はい、こちら、はい、真心マルシェというところで、これはね美濃加茂のリバーポートパークっていうところがあるんですけども、うん、前回私がカニのアハラで、屋台をやった時に偶然声をかけたお姉さんが、うん、スカウトに来ていらっしゃって、で今回このマルシェをそのリバーポートパークで盛り上げたいと、でそれでよかったらぜひ出てくれないかって言ってくださって、でそれで12月2日に露店をまた出店させていただけることに、はい、こんな感じでね、まあこういった感じの、はい、ありがとうございます。でこれの冬バージョンでこういう形でやらせていただいて、今回この飲んだやつもねその試作というか、まあ、お湯割りか、まあ、だしなのか、まあ、砂糖入れるのかっていうところはまだ考えてないですけども、まあ、そういったホットで飲める、まあ、砂糖キビスもご用意しようと思っていますので、あともう一個その豚軟骨丼、その今回前回は50食売れましたね。めっちゃ大変だった。もうね並んで並んでさ、もう売れなかったの途中さ仕込み中っつって書いて、でもっと売れたのになー、しまったなって感じだったんですけど、まあ、こういっためちゃめちゃ美味しいんで、ぜひ12月2日もで今交渉中なんですけど、まあ、できたらトムさんとその屋台ライブって形でその屋台の中でその物品を売りながら歌もできたらっていうので今交渉中なんで、もしトムさんよかったら、もし許可が出たらぜひお願いしますということで、はい、この2つトムさんと私とまた
これからもね、いろいろ音楽を通してやっていきますので、はい、今日も楽しかったです。はい、よかったです、トムさん。あっという間でしたね。なんかトムさんと喋ってると20分くらいの感じやわ。うん、はい、今年も、今回もね、よろしくありがとうございます、トムさん。はい、また今後ともよろしくお願いします。また呼ばせていただきますので。はい、ありがとうございます。はい、ということで皆さん、ね、今日もありがとうございました。はい、またじゃあトムさん。はい、ぜひ来月か再来月かまた呼ぶと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで皆さんまたね。元気で。メリークリスマス。先行っとくわ。